はい、皆さん、こんにちは。アイじリりしてる。はい。すいませんね。皆さんね、今回もブルブルですよっていうね、えー。経験問題というかですね、経験不祭に関する話題で、やっぱりブルブルでしたみたいな感じですけどもね。もうね、今日も楽しくブルブルケイちゃん経験問題ですみたいなね。感じなんですよね。本当にね。えっ、ー、とですね、えー、本日ね、火曜日なんですけども、 えーとね女性自身だとか、週刊女性がねまた新しいね、えー、今回はね合併号かな、7月26日、8月2日の合併号ということで、えー、具体的に、えーまあ、週刊誌が、ね、発売されております。でですね、えー、表紙としてはこんな感じなんですね。で、えー、最近ね週刊女性というと、ですね今回週刊女性のね話題なんですけど、週刊女性というとですねウェブ上の情報がね非常にね限られ で配信されることになってきてきますよねまあ一つの原因はねこれ間違いないと思いますけどあのヤフーでねヤフーニュースに関するヤフコメが週刊女性に関しては閉鎖されてるんですよねなのでまずねヤフーニュースにねこの週刊女性の特に経験問題に関する記事はねほとんど上がってこなくなりましたねなんかねこういうのもほんとね一種のね言論統制的な話ですけどねでえー、他のねその他 えー、要はね、週、あと週刊女性というと、週刊女性プライムのね、ウェブ版ということで、まあ毎週今まではね、週刊女性の記事が出るために、その週刊女性プライムのウェブ版の方で、具体的にね、えー、まあ記事の内容、まあ大まかなね、概要を出してたんですけども、それもね、ずっと最近止まってましたね。で、そういったような中で、まあ、本日もね、えー、合併号ということで、 えー、記事がね、出されました。で、今回に限ってはですね、その週刊女性プライムの方でも、実はウェブ版の方でもね、具体的に記事が上がっておりました。それはまたね、URL 概要欄に貼っておきます。なので皆さんもね、簡単に、えーまあ、読めるかなというような感じなんですけどね。 まあもちろんね、週刊誌自体はね、それ以上のことが書いてありますし、それ以外のね、記事に関してもいろいろ載ってますので、ぜひ皆さん、あの、ご購入されてもいかがかなという感じですねえ。別に毎回言ってますけども、週刊誌の、あの、私、先導してるわけじゃありませんけどもね。えー、というような中で、えー、今回ね、えー、その週刊女性、えー、本日発売の週刊女性の中で案の定ですね、まあ、経験不祭に関して、えー、記事が載っております。で、えー、まあね、 例のね、あの、仲良し、小良しじゃありませんけども、あの、恋人つなぎでね、ニューヨークの街中をカッポしてるというような話もあるんですけども、それ以上にね、やっぱりその3回目を迎える KK 息子のね、ニューヨーク州の司法試験に関して、もう本人はね、受からなくてもええんじゃないのみたいなね。受からなくても十分にね、みんなね、お手当を出してくれるし、みんなで世話をしてくれるから、もう全然大丈夫なんだ、俺様は、まあ、みたいなね。 そんなようなね、ブルブル記事なんですよね。ちょっとね、ちょっとだけ紹介していきますね。一応こういう記事全部出ましたんでね。ええー、まあね、まあこれはデイリーメールの写真なんかでも載っておりますけども、仲むつまじいようなですね、お手て繋いだ写真が出てますね、というようなね、中でね、えーとね、えー、このね、なんだこの人、もうなんかね、 変な人がなんか変なこと言ってるんだけど <laughs>。変な人が変なこと言ってます。何夫婦家族問題コンサルタントの池内博美さんという方がね、この週刊女性の記者の取材を受けてるんですけど、その池内さんという人がね、これ何なんですかね夫婦家族問題コンサルタントっていうのがあるんですって。そういう職業もあるんですね。なんか何でも職業になっちゃうかなっていう感じですけど、その池内博美さんという方がですね、 こんなこと言ってるらしいですよ。その部分だけちょっと読みますけどね。お二人の仲の良さだけでなく、自立をアピールしている印象です。えー、護衛に当たる SP をつけず、庶民的なファッションで自由に暮らす。世間からの逆風にさらされながらも自分たちが掴んだ幸せを話すまいという感情が見受けられます。みたいなことをこの池内さんという人が言ってるらしい、言ってるんですよ。はぁーって感じですけどね。 「何 SP をつけずってそんなの見えないところで必ずいるよ」みたいなね「何8億円の警備費だから」って「シークレットサービスでしょ」みたいなね「何言ってるんですかねこの人分かってんですかね」<laughs> って感じだけどねでえ世間からの逆風にさ,れさ,らさらされながらも自分たちが掴んだ幸せを話す前、まあこれはあるかもしれないよね特に M 子さんに関しては意地でもね意地でもね、えー、とにかくねこのね、生活を話すものかってそれはあるでしょうからね で、えー、自立をアピールしている印象です。こんなこと考えてないでしょ。別 <laughs> にこの2人っていうような、まあいずれにしてもね、そういったようなことをこの池内博美さんという方が言われてるだとかね。まあそんなようなことで、えー、方やですね、経営の長の OB に関してやっぱりね、案じているのはやっぱりお金の話、えー、年収経験息子の年収うんぬん、まあいずれにしてもですね、あのー、 ね、ロイヤル生活保護者のお二人ですので、そういったことで、経営主張の関係も、こんなこと信もはね、案じなくていいよって、ほっときゃいいんだよっていうふうに言いたいんだけどね、えー。そのね、年収に見合わないようなね、そのアパートの家賃だとかっていうこともありますけども、えー、昨今のね、ニューヨークにおいては、まあ、ウクライナ侵攻によってね、あの、特にあの、アメリカ、特にニューヨークなんかは物価上昇率が非常に高いですよね。どん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 、えー、物価は上がっていきますという世の中でね、 えー、朝食が、えー、7000円、ランチは2万円。えー、というのことを、あの、ニューヨークでね、えー、お暮らしになっている渡辺直美さん。みな、皆さんもね、まあ、これ渡辺さんに関してはね、ご存知だと思いますけれども、あの、例の渡辺直美さんがね、朝食が7000円、えー、家賃、あ、じゃない、ランチは2万円。へえ、みたいなね。 えー、というようなことを、これね、テレビかなんかで言ってたんですね。地上波かなんかで、なんかインタビュー受けてたんですかね。私ちょっと知らないけど。まあ、ご覧になった方もいらっしゃいますかね。朝食7000円の朝食。ランチが2万円。じゃあ何ディナーは3万円とかね。合わせるとやっぱり5万円。5万円っていうと、つい最近、テイミスなんかもね、この KK 負債に関して、毎晩のようにディナーで5万円、ね、豪勢なディナーをね、えー、高級レストランで毎晩5万円使ってるとかってありましたけどね。 同じような話だね。まあね、私もそうですけども、その一般の日本国民にとっては、なんかね、全然ね、別世界の話ですよね、こんなね。朝食7000円なんて、ね。ふざけんなよって感じだよね。私はね、毎月ね、まあまあ、全然話ちょっと離れちゃいますけど、毎朝はまあ私は一人でね、こうやってバンコクで生活をしててですね、まあ朝食というとですね、あの、ミューズリーをね、毎朝ね、こっ牛乳かけて食べたりしてますけどね。 あとは、まあちょっとフルーツ食べてね、コーヒー飲みぐらいですけど、いくらぐらいかなうーん、せいぜい朝食100円ぐらいですね。<laughs> 100円ぐらい。あ、百円、うん、そうだな、100円ぐらいですね。せいぜいね。100円から150円ぐらい。昼食もね、まあ自分で自炊したりとか、どっかのそこら辺の屋台とかで食べてるから、まああの、フードコートあたりで食べたとしても、せいぜい200円ぐらいとかね。なんかね、10倍どころじゃないよね。 本当にね、どうなっちゃってるのみたいなね。ランチ2万円ですな私ランチ200円だよ、みたいな。100倍違うね。<laughs> っていうことですけど皆さんどう思いますかね。全然もうなんかね、同じ人間かよ、みたいな感じだけどね。で、たやね。たや KK 息子に関してはね、まあ、ここら辺ね、まあ、レッドイッドビーチありませんけども、まあ、周りの人がみんな世話してくれるんだわ、みたいなね。 で、まあ実際にね、本当にね、そのビザの問題で帰国するかどうかっていうことも非常に怪しいような話になっておりますけども、ね、えー、実際にもう3度目の試験の本当勉強してんのしてねえだろうみたいな感じでね、えー、実際にね、えーな、この記事の中に何言ってるんだっけ記事の中ではね、 彼の人生を振り返ると経済的に追い込まれた場面では周囲に助けられて乗り越えてきましたとむしろ座右の名はレディトビーまさしくそうですよねなんとかなるやじゃないけどレディトビーと首や帰国が回避できる以上弁護士デビューは近々の課題とは言えずいつか合格すればいいという考えが生まれることは想像に難しくないですよねみたいなことねまあそうでしょうね まあ本当にね、3回目受けるかどうか知りませんけども、受けたとしてもね、私はどう考えてもね、勉強してるともあんまり思えないしね、最近のね、えー、ニューヨークのね在住の YouTuber の方とか画像を上げてますけどね、そういう感じはしないしね、まあ勉強してたとしても、えー、再受験者の合格率が17とか18%でしょ。とてもじゃないけどね、入ると思いますその枠にね。まあ無理じゃないのっていうことでね、 えー、まあいつ,いつかは受かれはいいやみたいぐらいのねそんなような感じじゃないのっていうことをこの「週刊情勢」の記者なんかも言っててですね、えー、腹の奥底にはこうしたね賞賛を潜ませているのかとね何にもしなくてもお金から全てですね生活からですね全部やってくれるしねたやね試験に関してもまあそのうち受からいいでしょうみたいなねでローエンステイン・サンドラをね、えー、クビにすることもないだろうっていうのはねもうレッドまさしくレッド・イット・ビーだよね というようなことです。えー、というようなね、これ、週刊女性、本日発売いや、7月26日、8月2日号です。えー、もし皆さんですね、あのご興味があるようだったら、またご購入されてもどうでしょうかっていう話ですね。ちょっとね、今週発売の週刊女性に関してはね、先ほどちょっとね、表紙をお見せしましたけど、あの、結構ね、その他にもいろんな話題が出ておりますので、それもね、お話、ちょっとね、 そうかな明日ぐらいかな明日ぐらいにはちょっとまとめてね、お話ししたいなと思っております。はい。それでは今回もありがとうございました。それではまた皆さん。バイバイ。